俺の親父はよくおふくろを殴った。おふくろは黙ってそれに耐えていた。おふくろに飽きると今度は俺たちを殴った。これがお前の現実なんだよ。そう言うと親父は笑いながら俺たちをもてあそんだ。小さかった俺と妹はただ時が過ぎるのを待つしかなかった。二人が離婚した後、おふくろは若い男と遊ぶようになった。誰も帰らなくなった家で妹は寂しいと泣いていた。あらあら、こんなに食い散らかして。これは片付けるのが大変ね。ちょっといいかしら。あの化け物のことでお話が。私はマリア、研究者なの。心配ないわ、死体はこちらで何とかするから。騒ぎにはならないわ。そんなことじゃなくて、何なんだよあれは。気の毒だけど、妹さんのことは忘れてもらうしかないわね。こちらで処理しておくから。そんな、大切な妹なんだぞ。そう、では妹さんを説得してみる。果たしてあなたのことがわかるかどうか。果たしてお兄ちゃんの声は妹さんに届くのか。人を殺して、美味しくて美味しくて、どうしよう。こんなとこお兄ちゃんに見られたら。夢、来ないで。私、人間を食べた。でも、まだ足りないの。大丈夫だ。夢は大事な妹なんだ。どんな姿でも夢は夢だよ。さあ、一緒に帰ろう夢。お兄ちゃん、嬉しい。夢。